とさっと時刻を11時49分35、36、31、38、39、40。さて、急いで放送を。ああ、しまった。お疲れ様です。ペースト。こんにちは。まだついてないんですけどね。いらっしゃいませ。尻屋崎のぐるっと周回する道の入り口のところに着いたんで、ここから岬まで放送したいと思います。岬をぐるっと回ってくるとこまで。で、そこになんかいますね。見えますか？あ、村営なんですかね、ここは。神田チメっていう馬がいます。早い昼ね。ここはなんかビジターセンターって言って、なんかテーブルとかあるんですよ。馬いますね。あれが神田チメらしいです。見たとこ普通のポニーっぽいのに見えるけどな。こんにちは。そう、管理通馬神田地名。お、なんかでかいの来た。あれキャンピングカーか。ここゲートがあって1台1台入るみたいですね。すぐ閉まる。あ、馬で牧場で牛乳思ったけど、そうですよね。足がなんか普通の後半でも、明日からまた良くないらしいですよ。じゃあ行きましょう。いらっしゃいませ。よし。ちょっとウエストバッグのサイドポケットのチャックが壊れた。野生馬というか、牧場の中にいるからなんか書いてますね。かゆそうだ。書いてる、思いっきり書いてる。本当ひどかったです。馬刺し、あれを見ながら。ちょっと待ってください。バッテリーのボタンを押して GoPro に給電して、これでよし。打っても写真だと足ぶっといんですけどね。そこの馬細いですね、割と。で、ここは東通村と書いて東通村って読みます。あ、この地図まだ大渡線が残ってる。海洋台、なんかスケールは小さいのかもしれないけど似てましたね。そうそう、こんなイメージですよね。神田地名、寒いとこでも立って活動してる馬なのかな。台風のどうでしょうね。尻です。比較的小ぶりで、寒さと粗食に耐え耐久力に富む馬。この馬は南部馬を祖として半世時代から明治時代に主として軍用目的に外来種馬との外来種馬との交配によって改良されてきました。人為的に改良された馬なんですね。なんかそのここら辺に野生でいる、ずっと野生でいる馬かと思ったら、あ、運搬よ。なるほど。今ここ荒れそうですか。ちょっと確認します。上がった。ああ、これあれですね、テキサスデゲートでしたっけ。家畜が通れないところ。ああ、飛んでへんというか飛んでんで、ちょっとじゃあ今ここを見ますね。あ、あれさっきの箱の人だ。今ここはとりあえず今ここまた殺して立ち上げよう。搬入。ここは尻屋崎。まあ観光地っちゃ観光地ですけど、来る人あんまり多くないかな。 ID カード。車とかバイクは結構来ますけどね。自転車乗りまだ見てない。おお、いるいる。なんかあのサイズの馬しかいないな。大きな馬はいないのかな。尻屋。
ああ、でもやっぱ足結構太い。大きいやつ足太いですね。あ、親子なのか。今日は道の駅横浜っていうところを目指して、そこで泊まろうと思ってます。サイズはそんなに大きくは、穴場というか、あ、そう、最北端近く。お、いい天気です。すごいね。そう、充電できないんで、今日は節電しながら走ってます。さっきまでは放送止めてました。 GoPro 録画だけは継続して。ここは放牧場です。危険ですので牛馬には近寄らないでください。事故について一切責任を負いません。充電のあれは結構凸していただく方に負荷が高いんで申し訳ないです。牛は途中にいました。なんかちらっと見ただけなんですけどね、牧場の木陰にいて、化石？あなた方に対して、お昼休み、あ、そうか、もうすぐ12時か。なんも、二郎ないっすね。なんてやら。何？さっきの牧場のとこはなんか越冬牧場っていう名前だったと思う。3時間。今は10時からだから2時間ぐらいでしたかね、間空いたのは。確か10時に終わらせたんでしたっけ、そう。食材はパスタだけ。お昼ご飯店で。さっき途中に店、集落とか店があったんで食べようかと思ったんですけどね。ちょっと早いかな、どうしようかなって。思ってる間に、まあいいや、進むかっていうふうになって、最果て感、大間崎よりもだいぶ最果て感強いですね。北端じゃないけども、最果て感はこっちの方がはるかに上だな。海結構綺麗です。天気いいな。じゃあ、さっきのビジターって、まあ小屋なんですけど、あそこにはあるんで、あそこに戻ったら、多分水あるだろうから、水もらって、スパゲティでも入れようかなと。スパゲティに振りかけるタイプの調味料しかないんですけどね。おかずも何もない。綺麗。太平洋、どっち見てんだろう、これ。あ、そうだ、馬こっち見てないな。最果て間間かんか。あ、風どうなんですかね。うわ、すごいな、この辺り地形が。人生、いやいや、ちょっと、そこまで。景色いいですね。バサシーって蹴られるかもしれないですね。マートロード、私はクロスバイクだからな。そう、北海道みたいというのは結構思います、途中あちこちで。まあ、地理的にも近いし。太平洋側にはまだ回り込んでないですね。私が今いるのは、北海道とか日本海見てる側です。あ、灯台見えた。とったん。パクリって。そう、馬に蹴られたら死ぬことになってます。電波いいな、でも。いいんですよね、今。映像来てるんですよね。うわー。最果てー。そして綺麗。なんか漂着物はいっぱいあるけど。東に行くと、そうですね、トマトったか。まで。せっかくだからあっちの道行こう。灯台見えます。せっかくだから砂利道行こう。来てますか。ですね、次砂丘に行くまで一時的に止めるかどうか、ちょっと、まあさっきのビジターセンターでも止めてまた行きゃいいかな。せっかくだからこちらを。
いいですね。あ、気まくり上がってますか。あ、映像いいですか。OK。あ、いやいや。江差か。江差のあたりと私は雨で通過したからよく覚えてないんですよね。あ、いや、江差って2箇所あるか。オホーツク海沿い側の江差と、もう一つの江差は、確か終着駅のあるところだったかな。松前半島かどっかの道のいいですよね。絵になる。あ、登りきついかな、これ。グリップないかな。やっと。でもこういうとこそ後ろ荷重の荷物の積み方が効いてくるところ。よいしょ。なあ、パンク。ああ、一瞬だったけど砂利道でした。わっと。本番ない。ああ、そうそう、いや、中にはそのエリア内に入れないんですけど、それ沿いの県道は全然問題なく通れます。休日はあそこは演習してないんで、こっそり監視塔から見えるように忍び込むことは可能らしいんですけど、監視塔に見つからずに忍び込んでしまうとやばいらしいです。いらっしゃいませ。で、馬どこ行った？さっきの牧場の馬だけかな。都井岬泳げる。ああ、十分泳げますよ。で、あっちの山岳地帯は、あれ、上の方に風車がいっぱい回ってます。自転車に、まあ、寄り道の方がいいっていう人は少ししかいないですね。少しいます。そう、最北端ではないです。大間崎の方が最北端。服はまた昨日洗濯しました。洗濯機かけて、で、電気式の乾燥機があったんですけど、まあそれは乾くまでいかないんで、そこで軽く熱くしておいてから乾かして、で、夜の間にほぼ乾きました、すべて。ソウルみたい。お、アゲハチョウ。そう、再生可能エネルギーとか、あの辺りの施設多かったですね。ああ、いいですね。アゲハ、映りました？おお、そう、やたらありますね。あと、三菱マテリアルのでっかい工場と、あとベルトコンベヤーが海の方まで行ってて、あれ、石灰かな？灯台。これは登れるのかな？そこそこ人来てますね。大間よりもこっちの方が最果てか大間上。でも大間は大間で、人が活動してる感じもあっていいんですけどね。灯台は中入れるのかな？閉まってるっぽいな。中は入れるとこじゃないみたいですね。人いるいる。近代化産業遺産。近代化産業っていうのは近代化という名のもとに建てられたかつての建物のことかな。灯台に入れても。また自転車入れたあざとい写真を、あざといというか、典型的な写真を。進んでるっていうのは、ここまでも40キロぐらいしか来てないと思います。残り60何キロぐらいある、今日は。
入ってますか。まあ普通に乗り越えられますね。柵も低いし。平崎灯台で景色眺めるのはどこからがいいんだろうな。ちょっとポタファイ持っていきますか。あ、馬糞はあった。ちょっと待ってください。ポタファイ取り出して、止まった。水、あ、あれ？今乗り越えたあの人なんか入ってたのか。ダメか。馬どこ？こっちいないな。で、電波なんかもしかしたら FM 入りがまた止まったかな。こんにちは。いや、電波良くなった。リロード。リロード。リロード願います。電波来てるはず。車いますね。あ、上り速度がまたちょっと不安定だな。真っ暗。おかしいな。行ってますけどね。いや、安定してないな。ごくごくラグがある。通常配信にするか。いや、でも行ってる行ってる。おかしいな。上り速度行ってますけどね。あれ？なんだろう。こんにちは。通常配信しますか。じゃあ、通常配信へ。そんなにあるっていうのは何がだろう。じゃあ、FM 入り止めて。これでどうだ。なんか FM 入り調子悪くなりますね。プライマリサーバイラーではないんですけど、予定通りでしたっけ。12時か。で、馬いないんですよ、ここには馬が。画質が すいません。馬糞はそこら中にあるけど、馬がいない。タコの頭っすか。なかなかの最果て。っていうか、こんなに木が生えてないっていうのは厳しいとこなんでしょうね。夏はこの状態だけど。で、そこになんか通信のアンテナがあって、あ、お土産屋さんあるな。外食できるな。潮風。岬、なんかじ、あの、GPS ログ的に押さえたくなるじゃないですか。まあ、ここにはいないんですよ。おっと。雪室、そんな画質悪いですか。コマ数落としてももうちょっと画質上げるか。岬さん。今、岬にいます。コマ数はこっちか。絵を描く。夕食とは、まあ、ホタテ料理の店行ったんですけど、ホタテ
生のホタテか何かがちょうどなくて、で郷土料理の味噌貝焼きかな、定食食べました。なめるなよホタテマン。これで画質は良くなりましたかね。かなり画質寄りにずらしてみました。なんかちょっと画面だと暗、ちょっと暗いかな。そうでもないか。ツアーつき、まあツアーって言っても別にそれ夕食代は自分で出すんですけどね、もちろん。あ、お綺麗ですよね。この綺麗さ映ってるかな。バフンに、ここは漁場ではないのかな。近くに漁港は確かなかったような。ラグ10秒コマ送り、うん。あ、ウニのパスタ。のぼり棒って何ですか。やった、よし、うん、夕食ね、夕食ね、うん。ウニ丼はここあるんだろうか。あったとしてもちょっとウニ丼高いですからね。おっと、うん、海の幸結構食ってますね。私の旅行にしては珍しく。ちょっとじゃあ馬でも探すか。ぐるっとツンドラ、あーないな、灯台の中だけだな。でも鍵閉まってるかな。誰かがレンズの蓋忘れてる。うん、今歩いてます。でば、これは地面なのかバフン、どっからどこまでが地面でバフンなのかわからない。じゃあちょっとだけコマ、コマス寄りにして、棒、棒ってなんだっけ。よいしょ。オートフォーカスなってますか。ありがとうございます、気づいてなかった。じゃあ今日の配信ずっとそうだったのか。あれ、どこでオンにしたっけ、オートフォーカス。本当だ、ありがとうございます。海水装飾、いや、そうでも、いや、バフ踏むなよって。じゃあ歩けません、それでは歩けませんよ。ロード、うん、あそこの土産屋さん、あ、豚丼やってるな。腹前進、匂い全然しないです。終わった。かなりもう風化したバフン。日本海かな、どっちなんですか。ここは豚丼ってますね。どうだろう、お客さんがそんなかったら配信しながら食えるかな。お好み焼きとかおでんとかいくらとか、あ、お客さんいるな。こういうとこだったら大丈夫だよな。中でテーブルで、うん、食べますか。店あります。着脱カチッとはめてカチッと外します。本当にはめ込むときはガチッともう押し込む感じですね。じゃあ美味しければ、よいしょ、よし。じゃあ、まあ、一応こうやって撮影しながらやってるんですけど、この状態食べていいですかって聞いてみるんで、さすがにまあ大丈夫だろうから一応止めずに行ってみますね。コメントはちょっと音できなくなります。
ださい。あ、それとですね、これビデオで撮りながら、撮影しながらやってるんですけど、はい、こっちは自分のとこ、あの、喋るとこだけ撮ってもいいですかね。あ、はい、いいですか。あ、どうですかね。はい、私は700円くらいですね。あ、はい、これで大丈夫ですかね。よいしょ。太平洋。よいしょ。沼。どのぐらい映ってるのかな。飯はこれから。ちょっと PC 出しとこう。よいしょ。見守りながら、よいしょと、うん、冬場、どうですかね。うん、ラグ調査です。うま丼はないみたい。メニュー見せましょうか。おっと、これで見えてるかな、読めるかな、これ。手を洗ってきます。
いいかな。いらっしゃいませ。来ました。映像はあまり行ってないな。転送速度あまり高くないですね。60とかそんなもんだ。ああ、電波状況悪い。ネックがすごいですね。ちょっとこれポタファイをどっか席が、そうですね、ちょっと窓際にポタファイを置いてみます。転送速度良くないな。登り速度良くないですね。まあとりあえずもうこのまま行きます。豚肉を、これ豚丼、これ700円。あとははい、食べよう。そうですね、一応接写しとこう。接写オートフォーカスにして、豚丼です。ほれ、まあ観光地にしては安い方ですよね。ピント合ってますか。ていうかそもそも映像行ってるかな。映像行きましたか。来てます。大丈夫ですかね。食べます。ピンポケ。ピントダメかな。落ち着いた。テンション低いとも言うのかな。じゃあいただきます。の前にちょっと待ってください。ツイッターにも嫌がらせでツイートしとこう。1300円、これ大盛りが900円らしいですね。思いっきりこう、よし、カセロ、ちょっと待ってくださいね。980円、うん、たくさんちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ツイート、嫌がらせツイート、シリヤザキの豚丼びっくり照り具合合衆国北部。じゃあいただきます。汁どれぐらいタレがかかってるかですね。いただきます。つやきながら、なるほどこういうタイプか。うん、あ、味噌豚だ。味噌豚肉、あ、ちょっと肉が肉のせいでご飯が取れない。うん、あ、静止画はあんまり転送速度高くないです。ああ、うん、では食べる。これうまいな。多分、うん、上り速度ほとんど行ってないですね。多分味噌漬けじゃないかなこれ。うん、美味しそうにて、ちょっとまだ盛りが多すぎて食べにづらい。これあれですね、一旦ちょっと肉をきゅうりの漬物の方に少し退避して、あ、これで食べやすくなった。
と言ってもこれじゃ映像いってないか。ん？これで普及したら乗り換え波盛りです。ご飯盛りですよ。うん、見て。ん？減らないですね。黒し。うん。じゃあ、きゅうりの漬物皿の方に2枚ほど退避させました。めちゃくちゃうまい。うん。この漬物を。いやよ、米。とりあえず小手半とか私ほとんど覚えてないんで。うん、豚丼と比べてそりゃ肉の厚さも全然何もかも違う。そこでつけてもすいません、私は覚えられないんで。よいしょ。うん、いや、これ写真引き伸ばしたやつですかね。コード。わざと。味噌漬けうまいな。おす。味噌汁ついてます。味噌汁と、きゅうりの漬物ついてます。いや、ダイエット中、うまいよ、肉うまいよ。これ700円でした。こんな観光地、観光地というかこんな場所でこんなしっかりした豚丼食べられるとは。だったら、まあ帯広の豚丼とはまた随分違いますけどね。ブルワーか、それブルーカラーのことじゃないかな。きゅうりの漬物も豚尽くしの中でとかなんか。うちにスマピリアル書いてない。ちなみにこれ豚は青森健康豚っていう品種というかブランドらしいです。そんなに映像変わってない。三上豆、ああ煮こってやつか。そう。とりあえず先ほど密度高くないない今のところ。そうですね、いくら丼と生ウニ丼があります。あとおでんが500円。杯目。画像なんか、転送速度が低く落ちてます。
いいお店見つけたんで、いや一目がどころか、ここは良かったですね。昼食時間もこれで少し並盛り。うまい。豚の写真はないです。マロン。そう、先っぽにいます。毒馬はいないと思うな。純粋に痩せればどうかな。あのどこだっけ、剣舞祈祷の近くのキリタップには、なんかあれ牧場の中だったかな、野生っぽい馬いましたよ。
あ、なりました。うまかった。ちょっと水もらっていこうかな。あ、ちょっと水もらい交渉してきます。なんかブクブクだって言ってますね。多分おでん見てるんじゃないかな今。なんていう店？あ、名前見てないな。ここ一軒しかないんで、迷うことはないと思いますけどね。この店のみです、ここにあるのは。よいしょ。じゃあ、ごちそうさまでした。よいしょ。じゃあ行きます。青森健康豚っていう豚らしいですね。はい、おっと、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。いててててて、こんにちは。電車ですね。あ、この近くからなんですか？市内から。あ、どれから？50キロぐらい。往復100キロですね。ここから来たんですか？あ、住んでるの横浜で、あの新幹線で輪行して秋田の能代まで来てから、そこからぐるーっと走ってきたんですよ。すごいですね。まあ今日でも8日目ですけどね。ありがとうございます。水筒持った。よいしょ。あ、道大食堂。今市内から来てる人ですね。そう、サイクリストの人。コルナゴだったかな。片道50キロぐらいだそうです。やめし、放送してることは今言ってない。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。いや、そもそも放送してること言ってないです。こういうとこでサイクリストに言うからこんにちはぐらい言いますよね。サイクリストとして、人として。よいしょ。そんななんか変な風に聞こえたかな。ん？強風対策よっと。お、ここまで今40キロぐらいですね。しますよね、サイバーとして。いや、
裁判としてか。じゃあ、これ閉じて、ボタファイを電源につないで、海鮮丼、なんかウニ丼といくら丼だけでしたけどね、海鮮丼っていう種類のはなかった。アイフォニスト、そう、独身貴族として。挨拶、へえ、多摩川はあまり挨拶ないですよね。私前走ってて挨拶し合ったことあんまりない。なずく。それでも、やった。よし、ポタファイつないで。最北端の大間崎は昨日行ってきました。よいしょ、すいません。食べちゃいました。美味しかったです。さて、じゃあ行きますか。不経済。不経済じゃなくて、不経済ですね。下町気質。あ、そうだ。ちょっと外に出たから映像よくできるかな。FML に変えてみますって、もうあんまり時間残ってないか、枠の。大間マグロは2回食いました。いや、1回だけだな。あそこの宿で食べさせてもらったのは、大間かどうか聞いてない。そう、豚丼うまかったです。田中よしこっぽく。よしこ？よしこ？じゃあ、残り7分ですけど、FML 試しますね。じゃあ一旦止まります。食に、そうですね。よっと。名物、いや、名物ってわけじゃないんでしょうけどね。普通に食堂のメニューとして美味しかったです。で、つながるのはつながるとして、転送速度は、良くない。よろしくない。遅い。まあ、移動しますか。お帰りって言ってもすぐトマトですよね。とりあえず移動します。プトプトですよね。ただ放送しちゃいました。やっぱ一応ありますね。今日はこっちの来てないんだな。あ、また自転車乗りだ。今日2人目。神田締め。昼飯。こんにちは。聞こえてねー。こっちに馬いないですね。全く言ってないのか今。乗った。
ダメか、じゃあ通じファッションでやっとくか。これで行ったのかな。ああ、全然ダメだな。配信開始ボタンで残り3分か。次役どうしようかな、これ電波あまり良くないんだったらもうここでやめて、また砂丘から再開した方がいいですね。そう、馬に先、声来てます。通常配信に戻しましたが、それでも映像いってないですね。どうしようかな、この枠でじゃあ終わらせて、この枠で終わらせて、次は下北砂丘のとこに行ってから馬終わっちゃいました。馬チラッとだったな。じゃあ砂丘のとこまでまた一旦、声がこの枠終わったら次は、何をツイッターで、ちょっと後でコメント見てみます。じゃあ次枠は、下北砂丘に着いてからかな。その前に小さい峠越えがあるんで。ここから先電波良くなるとは思いませんので。声がいってるかどうかわからないからコメントも打っとくか。ここからどんだけ距離あるか調べてないんで何時間後ってのは言えませんが、次枠は、し起きたさ急についてからにチームバース。ダメだな。とりあえず移動しながら運営コメが届くまで待つか。急に電波悪くなったな。やり取りもできてない。もうそろそろ放送終わりか。いえ、足出した。うわあ、あの山の左が海岸沿いはすごい崖だ。地獄な。あ、ちゃんと行ったかな。
この景色もなかなかすごい。あ、気をつけて、ありがとうございます。お疲れ様です。急に来たな、電波が涼しく、掃除1時間ちょっとどのぐらいかかるかわからないんですよ。今ここ出しておきますので、多分1時間ぐらいじゃないかと思うんですけどね。3時間お疲れ様です。今日はじゃない、この枠は終わりです。これでこのタイミングでは終わった。さて、じゃあまた GoPro だけの環境に戻さないと。さっきのあのテーブルがあるあそこまで戻るまでだったらちょっと時間かかるかな。日陰で作業したい。馬いないな。あ、いた。たっぷりいた。こっちはツイッターしとくか。おお、立派だな。あ、あそこ路上にもいる。いるいる。いなないた。おう。あ、iPhone バッテリーやばい。カッポしてる、カッポしてる。でかー。おう、でかい。肩の高さが同じぐらいだからな、自分と。ちょっとこっちの方に少し小走りで走ってこられるだけで怖い。あんな足で踏まれたら大変だろうしな。白いの顔かわいいな。
ツイート。頭がなんかリーゼントみたいになってる。頭のたてがみのところか。都井岬の馬もそうだったんですけど、大人の馬は結構腹がでかく見えるな。こんだけ全部でかいってことは多分妊娠じゃないと思うんですよね。丸い。ツイートで、神田地名で変換できる、あ、できる。近くを通ると結構な迫力、迫力、あ、向こうにもいる。あっちは毛並み綺麗だな。あ、そうだ、 PC を電源落とさないと。さっきのとこまで戻るのはまだ半分ぐらいあるな。ここで止めとくか。うん、PC の本体の録音を止めるので通常本体マイクになります。
って束になっていいかな。ふう、あ、こっちは自転車これなんだ。自転車歩行者は、待てよ、これ自転車通れるのか。あ、よっ、通れた。そうだ、 iPhone も充電しとかにゃ。あれ、ケーブル、よし、あーだだだだ、あっしった、下北カルタ巡りってこんなとこにもあったな。おお、
日本で最初のひらがな六つ詞。ひらがな詞は六つ詞が最初なのか。あ、しまった。車道に出ればよかった。よっと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 。ここだ。うわ、なんか船の種類がそっくりなのばっかり。あ、でも微妙に違うかな。漁船じゃなくて、あのボートみたいな、モーターボートみたいな船もあるな。
旅館がある、はあ、これは営業しているのかな、はあ、かなり歴史がありそう。あ、シリア館ってここか、はあ、ウェブ今乗ってるとこだ、はそこにも集落があるのか。うん。おお。なんだなんだ。えらい騒ぎになってる。あ、これ宴会やってるの中で、この騒ぎ方は。酒の匂いはあまりしないけど絶対飲んでるよな。すみません、今日これ中で飲み会がされてるんですかね。そうですね、祭りで、神社で祈祷して、その後に、飲み会を。なんかここだけものすごく音が騒がしいんで。4時頃から、3時頃から出し引っ張って、車たちがこう、これからなんですか。練り歩くんですよ。その時間までいられたらよかったのにな。どちらからいらっしゃる。横浜住んでて、いや走ってきたわけじゃなくて、新幹線で秋田まで持ってきて、で1週間かけてこっちまで来たんですよ。あ、そうなんですか。ぐるっと、今ここら辺ずっとですね、ちょうど15、16って秋祭りの時期なんです。ああ、そうか。他のところでも結構やってますね、このところ。そうなんですよ、ただこの白地区はやっぱりこう男子とかも立派なんですよね。まあ、裕福なんですよね。すいません。そう、あとこれでビデオカメラで撮りながらずっと走ってるんですよ。へえ。で、その丸々1日12時間分とかを全部録画して、まあ、どう使うかは別として。はあ、なんかウェブ上に、YouTube とかにっていう動画サイトにアップしたりもしてるんですけどね。へえ。お勤めされてるの。仕事は全然関係なくて趣味でやってます。でさっきはこれプラス生放送もやってて、シリア崎の方やってきました。あ、
篠崎、いいですね、今日はね、天気もいいし。そうですね。あと意外と電波ありますね、フォーマンの電波が。ああ、なるほど、ね。それ使ってるんですけど。釣りはね、なんだろう、サーフィンとかも結構来てるし。あ、そうなんですか。はいはい。釣り合いこう行って、戻ってこられました。ね、それでも釣り合いからこうもうずーっと来て、こっち来る。あ、こっち来て、これから戻るとこです。ああ、なるほど。馬とかは、見ました、見ました。あ、はい、道端に歩いてました。やっぱ神田地名はちょっとね、すごいですね。目の前撮るとすごい迫力ですね、あれ。やっぱりなんですかね、背はないんでしょうけども、太くてあれですよね。そうですね。ちょうどこの間宮崎の豊岬というところも行ったんですけど、はいはいはい、あそこにもよく似た馬がいました。あ、ね、やっぱりあれなんですかね、腹が丸々してて、まあ、元々は北海道から連れてきたみたいなんですけど。あ、そうなんですか。まあ、ノコバプラス、あ、そうそう、改良されてるんですよね。まあ、食用なんですよ、元はね。あ、そうなんですか。もともとは、まあ、働かせて、まあ、食うのも食用にもしたりとかって言ったんですけど、かなり有名になっちゃったので、保護してるっていう。なるほど。面白いですか。じゃあ、ありがとうございました。すいません。食べてたんだ。有名になったから保護したって言われた。ああ、雪かき向きの屋根なんだっけこれ。確か北海道で何度か見たことある屋根だ。学校の校舎に灯台がついてる。あ、これがさっきのお祭り関係してるのかな。総前宮、
そういう人と違って馬はこっち見ないな。牛はだいたい人がいるのに気がつくとじーっと見るんですけどね。あ、戻ってきた。ちょっとここでトイレ借りていくか。ではトイレ行ってきます。ぐるっと回る道の道端にもいましたよ。あ、こちら？ええ。あ、本当に？あら、ありがとうございます。お父さん、もう道端に。すいません、デザート狩り。さっきのがすごく美味しかったんで、もう一杯、もう一本。
あ、なかった。引っ越してからなんかです、あ、上になんかいるな。手の筋が、なんか手の筋を少し違えた。変速しようとしたら、
なんだあれ、今の声は鉄塔の方かな。恐れ残霊城と野源渓流が45キロ、39、あ、39キロ、45キロか。50キロ近い距離で、ああ、まあでも青看板だったらそういうの表示するか。ジャスコ200キロとは違うな。ジャスコだけ、イオンだっけ。さっきの登りか、この先は。なんか空気が今日は白いな。聞こえてなかった。
ターミナル行きって、どこのバスターミナルだ。ファックスにワープロ使用できますっていうのは今の旅館なんですけど、無線 LAN ありますっていうようなもの、全世代の感じかな。
今流行ってるな。いてて、予定ルートよりもこっちの方がアップダウンを回避できそうだ。あ、母に衣と書いて滅べって読むのか、さっきのは滅って読むのか。上に母、下に衣と書いて滅。